ご機嫌いかがですか？心理考察担当のキメちゃんです。メタ考察担当のニトちゃんだよ。前回は一旦エアリスと別れて邸宅を探索しましたね。探索してたらテイラーが玄関にある肖像画に描かれてた女性の正体を突き止めたよ。ミルドレッド・ギャラガー、つまりエアリスの母親でしたね。リビングルームの探索を終えた主人公は次に食堂に向かったよ。隠し通路もそうですが、エアリスの過去が判明するようなものがあるといいのですが。私は暖炉に向かい、壁を叩き始めた。ここに秘密の通路があるといいんだけど。どこをノックしても感触や音が違う箇所はない。ダメかい？ダメね。頑張るんだ、つぼみ。君の夢はいつか叶う。暖炉に隠し通路があると思ったのはベタだったか。部屋数も多いでしょうし、探すのは苦労しますね。仕方ないから、この部屋のものを順番に調べよう。とても素敵なテーブルね。漆塗りの木製仕上げとかが施されてる。ミッションを遂行してくれるかい？ねえ、ここまでかなり歩いたから。ちょっと座らせてよ。私が椅子に腰を下ろしている間、テイラーは耳元でふっと息を漏らした。その椅子はたまたま驚くほど柔らかかった。わかっていると思うけど、あなたは前から私の質問に全く答えてない。何の質問だい？架空の幽霊ピエロの従者についてよ。いやいやいや、ピエロの話はやめてくれ。幽霊ピエロの男が友情と信頼を得るためにブルーベリーパンケーキを作ってくれたらどうするの？ブルーベリーは好きじゃないし、ワッフルの方が好きだ。シロップ、溶かしバター、その他何をトッピングしても合うからモリモリ食べられる。でもテイラー、私は何度も言うけど、人生で少なくとも一度は焼きたてふわふわのパンケーキに顔をうずめる必要がある。まるで子犬たちに抱きしめられている気分よ。食べ物に顔をうずめることはないし、顔に食べ物を。いやいや、この話は終わりだ。ミッションに戻ろう。私がイライラして舌打ちをすると、彼もまた舌打ちをした。従者か、でも従者はいないってエリアスが言ってたよね。はい、なのでピエロも現れないでしょう。だけどさ、親兄弟の幽霊はいないのかな？そういえば、この邸宅にはエリアスしかいませんね。なんでエリアスだけが幽霊になったんだろう？エリアスとの出会いからして、結婚にかなり強い未練があったのでは？確かに、主人公とも急いで結婚しようとしてる節があるもんね。彼が幽霊になった理由も探さなければならないかもしれませんね。ここをもっと明るくすることもできるけど、おそらくランプは切れてるわよね。そう、彼らもエリアスと同じように死んでいる。コレクターはアンティークの電球に熱狂するのかしら。この邸宅にあるものすべての中から電球を盗もうと思うかい？何よ、テーブルを持ってここから出てほしいの？それもそうだね。ランプの一つを手に持って、電球をひねって外そうとしたけどびくともしない。気にしないようにしましょう。ねえ、もう一つ楽しい事実を知りたいかい？電球を発明したのはトーマス・エジソンじゃない。彼はヘンリー・ウッドワードとマシュー・エヴァンという二人の男から特許を購入したんだ。エジソンは設計の改良に資金を提供するのに十分な資本を持っていたから名声を得ることができたんだ。つまりこの話の教訓は、お金持ちはさらにお金持ちになって、貧乏人は飢え続けるということ？僕が言いたいのは、大衆の歴史は勝者によって書かれるってことだが、それでも合ってるね。そういえば、なんで電気がついてないのに明るいんだろうね。エリアスに何かされた後から暗くても見えるようになったんでしたね。エリアスも当たりが見えてるってことはさ、主人公は死んでるわけじゃないよね。顔色が悪いとも言われましたし、なんとも言えませんね。とりあえず、調べられるものは全部調べたし、食堂の探索を終えようか。今はキャビネット以外に見るべきものはないわね。見つけたものを教えてくれ。私は床にひざまずいて、そこにある本を調べた。これは、アイルランド料理、ポーランド料理、オランダ料理など、様々なヨーロッパ料理が書かれている本のようだ。ここにデザートの料理本はないけど、ガラスの向こう側にあるかもしれない。そうだね、エリアスは君のためにケーキを焼きたがっていたけど。食べられるのかな？書斎にティーセットが置いてあったわ、亡くなった人にお供えしていたのかも。でんでん虫、もう一度言ってくれるかい？また通話が途切れてる気がする。私が言ったのは、イヤホンの中で静電気が発生し、突然のめまいに襲われた。バランスを取るために椅子の背もたれをつかみながらまっすぐ立とうとしてうめき声を上げた。突然視界が暗くなり、部屋が回転した。足が地面につかない。私は落ちて、あくびが出るような深淵に落ちていった。
私は目を開けた。私の後ろでシャンデリアが揺れ始め、暖炉がごう音を立てて活気を取り戻しているのに。私の血管を流れる血は再び氷のように冷たくなっていた。こんなのひどい、怖い。ここは間違いなくダイニングルームだけど、すべてが違う気がする。私は椅子を強く握り、頭を上げた。それが間違いだった。キャビネットのガラスの中に女性の姿が映っていた。彼女はとても遠くにいるのに、ナイフを手に、唇をチェシャ猫のような笑みを浮かべながら、どんどん近づいてくる。さっきを滴らせた彼女の針のような視線が私を釘付けにした。息ができない。ここから出ないと、どうすれば逃げられるの？反抗として、私は反対方向に回転し、彼女の歩みを止めようとした。でも、私の足は固定されて動けなかった。電電虫、聞こえるか？聞こえていたら返事をしてくれ。どこかに行って。膝が痛くなり、椅子に倒れ込んでしまった。電電虫、大丈夫？攻撃されたのかい？物理的には違うわ。静電気が回線を繋いでくれて、君の方から何か文字化けしたような音が聞こえたんだ。囁き声みたいな、あるいは。霊障？君が唱えたのかい？いいえ。それは私じゃない。テイラーの声が耳に響く中、私は落ち着きを取り戻そうと深呼吸をした。デンデン虫、何を見たんだい？デュポンよ。バイオレット・デュポン。思わずその名前を吐き出してしまった。見た人物が女性であることは分かっているけど、本当にバイオレットだったのかしら？バイオレット・デュポン、エリアスと婚約するはずだった女性ですね。兄弟揃ってエリアスを騙していたんだよね。くしくも現在の状況と似ていますね。あっちはエリアス殺しがバレて逮捕されたけど、こっちはエリアスを殺せないよ。すでに幽霊ですからね。なんとかなることを祈ろう。この屋敷にはエリアス以外にも幽霊がいるかもしれないね。彼が部屋にいないのになぜ干渉が起きたんだろう。デンデン虫、大丈夫か？エリアスの声に私は顔を上げた。なぜそんなに顔色が悪いのだ？ああ、愛しいエリアス、私はただ。誰かが、おそらく彼が結婚するはずだった女性が、ナイフを持って私に向かって突撃してくるビジョンを見た、と彼に言うの？愛する人、あなたに最後に会ってから千年経ったような気がして、少し寂しかったわ。私がなだめるような笑みを浮かべている間、テイラーは反対側でうめき声を上げていた。どうだかね、20分くらいしか経ってないよ。親愛なる者よ、長い間あなたを放っておいてすまない。私は今ここにいるのだから、孤独に絶望する必要はない。感謝しているわ、エリアス。でも確かに私の痛みはあなたの痛みに比べたら大したことはない。心配しないでくれ、デンデン虫。私の肉体は何年もかけて孤独に備えていた。私も忘れられてはいない。私の気のせいかもしれないけど、まるで最後の部分は自分を納得させるかのように。彼の目に一瞬苦悩の色がちらつくのが見えた。なぜか、あなたが私のところに来る前から、私の邸宅を時々訪れる者がいたのだ。言っておくが、それほど歓迎はしていない。ほとんどが呆然自失、酩酊状態だった。良いエンターテイメントではあったが、起きている時間を一緒に過ごしたいとは思えない。愛する人よ、あなたとは違う。なんてこった、この男は。うぐ。テイラーの不必要なコメントに目を丸くしないように最善を尽くした。それじゃあ、無関係な問題を長引かせるのはやめましょう。式典の準備を再開しましょう。そうだな、素晴らしいアイディアだ。エリアスは跳ねながらキャビネットに向かって。移動してる？キャビネットのドアを勢いよく開けると、彼は鼻歌を歌い始めた。私たちの結婚式はとても素晴らしいものになるだろう。何よりもレイヤーケーキは忘れられない。七の焼き加減は絶品で、白ワインと合わせて、食べなければもったいない。ああ、でも彼女のクリームパイも懐かしいな。結婚式にはあまりふさわしくないのが残念だ。ぷ、なんてこった、彼は今クリームパイと言ったのかい？くだらないことを考えるのはやめて、じゃないと泣かせるわよ。彼女は材料さえあればどんな味でも作れるようにレシピを書いた。デンデン虫、私たちのケーキは何味にしようか？ああ、選択肢はたくさんあるわね。
決められないわ、何か提案はある？エリアスはもう少し集中して料理本の背表紙をめくった。私自身はアールグレイが大好きだったが、パーティーに関係なくバニラは良い。とはいえ、おそらくラベンダーの香る繊細なレモン味も。ふむ。エリアス、何か問題があるの？私は、祖母の作ったデザートのレシピをどこかの場所に忘れてしまったようだ。見つからない。主人公の前以外にも現れていたんだね。とはいえまともな状態ではないので、幻覚で済まされたでしょうね。結局、エリアスは孤独なままだったのか。とはいえ、あまりに長い年月だったからか忘れてしまっていることもあるようですね。今度はレシピのある場所を探すのかな？様々な場所を調べられるのは好都合なのでそう願いたいですね。それにしても、なんでバイオレットが襲ってきたんだろう？もしや、主人公の魂があちら側に持っていかれそうになったのでは？そういえば心音が聞こえたし、主人公はまだ死んでないってことか。妙なのは、なぜバイオレットが存在しているのかです。孤独と言っている以上、エリアスはバイオレットの存在に気づいてはいないでしょう。つまり、バイオレットはエリアスから身を隠している？あるいは、何かしらの原因があってお互いに気づけないかですね。いずれにせよ、エリアス以外にも気をつけないといけないわけだ。この調子でいくと、親兄弟やバイオレットの兄であるジェラード・デュポンも出てくるかもしれません。気を引き締めて探索しましょう。ここまで視聴してくれてありがとう。他にも幽霊が出るのか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、また会いましょう。